を止めていることを隠してきたのです。電力が足りないというものです、はい、中心市街地繁華街にやってきました。私たちは多様な原発1000万人アクション宮崎県実行委員会のデモ隊でございます。ただいま脱原発自然エネルギーで持続可能な社会を目指すために多くの市民の皆さんのご理解とご協力を求めてデモ行進を行っております。本日は社民党党首福島みずほさんも私たちとともに原発の核兵器もない平和な日本を目指してデモ行進に加わっております。市民の皆さんのご理解とご協力のほどお願いを申し上げます。こちらはさようなら原発1000万人アクション宮崎県実行委員会でございます。ただいま脱原発自然エネルギーで持続可能な社会を目指す、はい、また、信号機で止まりましたので僕の方が歩きたいと思います。協力を求めてデモ行進を行っております。市民の皆さん、私たちとともに原発も核兵器もない平和な日本を目指していきましょう。結構明るさがありますんで暗く映るかもしれません。バーンとつながってます。ずっとつながってます。この数すごいです。どこまでつながってるかずっと歩いていきます。はい、まだつながってます。途中、横断歩道信号機がありますんで隊列が途切れてますが、まだ続いてます。後ろはすごいことになってます。なんか後ろはすごいです。前とは違って後ろはすごいです。なんか熱気が違います。後ろはなんかすごいことになってます。隊列はまだつながってます。まだつながってますね。途中すごいグループがいましたけど、また静かになりました。まだ信号機で途切れてます。また信号機でストップしております。また元に戻ります。結構長い隊列が続いております。県内の、労働組合、自治労、そういった組織、また一般の、市民団体、個人、グループ、どのくらい参加してるんでしょうか。結構かなりの数参加してると思います。
歩道まで人がデモ隊が溢れてるっていうか、ちょっとバス停がありますんでね、バス停の関係でちょっと混雑してます。光の関係ではっきり見えませんが、ご了承願います。なんかすごい差がありますね、後ろがすごい。なんかもう全然違いますね、こっちと裏後ろは。結構向こうはすごい賑わってます。なんか活気がありますね。市民団体でしょうか。私の知り合いも何人かいましたけどね。はい、ちょっと太陽光線の関係で暗く見えたりしてますけど、今、割と繁華街、橘通りデパート前に来ております。結構賑わっておるところでございます。静かになりました。はい、デパート前の交差点で今止まってます。はい、じゃあ一旦、中継を中断したいと思います。また後ほど、中継したいと思います。